ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者から光り輝く高齢者にするための起爆剤の情報を配信しております。今日は2024年2月の12日月曜日、昨日の建国記念日の振り返り休日です。今日も3冊シリーズをいってみたいと思います。まず3冊シリーズの第1弾は、うつの壁、和田秀樹さんの本の中からいってみたいと思います。今日は今日は第2章ですね。第2章はどうなってましたか。第2章はストレスをためにくい頭の切り替え方というのが第2章です。その中の小項目をいきます。うつになりやすい12の考え方があります。ストレスをためやすく、うつ病になりやすい人には共通した思考パターンがあります。それを発見提唱したのは、米国ペンシルバニア大学の精神科医アーロン・T・ベックとそのチームでした。ベックは1963年にうつ病の認知療法を草案した研究者です。1963年、ずっと前ですね。それ以前のフロイトの流れを組む精神医学では、なぜうつになったかという原因を突き止め、その原因を取り除くことで問題を解決しようとしていました。しかし、そうした精神分析的な手法では時間がかかる割に治療効果が上がっていませんでした。そこでベックは、うつ病を治療するにはその原因を探るよりも、認知の歪み主に物事を悲観的に捉えすぎる傾向を修正する方が近道になると考えました。そして物の見方を変える認知療法を草案。その療法が効果を上げて、その後認知行動療法に発展、うつ病の精神療法のメインストリームとなったのです。さて、彼とそのグループは、うつ病にかかりやすい人の思考パターンを12種類に分類し、不適応思考と称しました。その12の思考パターンは81ページからの表にまとめておきましたが、その中でも私が最も避けるべきと考える2つの思考パターンについてお話ししていきましょう。まずは、廃炉を認めない二分割思考を避けましょう。第一には、二分割思考に陥らないことです。二分割思考とは、物事を両極端に分け中間を認めない考え方です。例えば、試験で満点でなければ0点でも同じだと考えたり、書類を作成した時、漢字の間違いが一つあるだけでダメ、私は何をやってるんだと落ち込むような考え方です。このように、全てを100点か0点か白か黒かのように考える人は、人間関係にしても仲のいい人から一度批判されただけで敵に回ったと考えたりします。このように、成功か失敗か善か悪か敵か味方かのように、何でも二分割して考え、世の中にその中間グレーゾーンがあると考えない、かっこ認めないタイプは、ストレスをためやすく、うつ病にかかりやすい傾向にあります。はあ、なるほど、そういう傾向があるんですか。また、このタイプは、うつ病発症後、治療を受けて治り始めてもなかなか良くなってきたと考えられません。病気になる前の自分と比べると全然ダメと、自分の病状に関しても二分割思考をしがちなのです。無論それは治りにくく、また一旦寛解に至っても再発しやすい考え方です。とりわけ高齢になるほど二分割思考に陥らないように注意したいものです。年を取り、脳前頭葉が縮んでくると、いよいよ物事を決めつける傾向が出てくるからです。中年期までは、白と黒の間には幅広いグレーゾーンがあると柔軟に考えていた人も、そうしたバランスの取れた思考ができなくなり、
頭が固くなった、頑固になったと言われる状態に陥りやすいのです。ああ、年取って頑固になる人はよくいますね。人間関係でもそれまで何十年も付き合ってきた友人と些細な いさかいをきっかけにあいつは許せんと絶交したりします。そのように認知が歪むと他の要因と相まって老人性のうつ病を発症することにもなりやすいのです。以下二分割思考を避ける考え方をいくつか挙げておきましょう。罰のように考えるのではなく、丸のようなものの見方ができるようになるとストレスに強くなり、うつ病を予防することができます。でここに例が書いてあります。まず罰からいきます。常に100点を取らなければならない。丸。70点、80点取れていれば十分。平均点は超えているのだから、この罰の考え。ビジネスマンたるもの、常に仕事のことを考えているべきだ。今これは罰です。今度は丸です。会社を出たら仕事のことを考えなくていい。休日は仕事をしない。これは丸です。また、次もまた罰です。私のことなんか誰も分かってくれない。これは罰です。今度は丸ですよ。私の考えを理解している人はいるはず。これが丸の考えです。そして次は罰ですよ。何でも自分でやらなければならない。これは罰の考えです。今度は丸ですよ。人に任せることは任せた方がいい。これは丸です。次は罰です。病気になって家族が迷惑している。これは罰です。次は丸です。家族は心配してくれているし、必ずしも迷惑をかけているわけではない。これは丸です。次が罰ですよ。もう歩けない。これは罰です。今度は最後の丸ですよ。丸。杖をついたら歩ける。車椅子を使えば外に出られる。これは丸です。はあ、いろいろ考え方がね、マイナス思考だとか言ったりしますが、これはまあ二分割思考というのはね、どっちかに白黒をつけなくてはいけないというのは、ストレスが溜まって認知症になりやすいという。いやーグレーゾーン、いい加減と言っちゃおかしいんですが、まあそういうグレーゾーンのところもあって必要なんですね、これがね。はあ、うつになりやすい住人の考え方がありますというんでね、その中で2つほど今日は、例を挙げて、またそれの対処法をここに秀樹さんが示してくれました。まあ今日は、まあそんな、二分割で100点か0点か、それだけじゃダメだというのは、やめ、グレーゾーンもあるよというね、これが、やっぱりこれも一つの高齢者が高齢者になる秘訣ですね。そんなことも今日は考えながら、今日もみやちゃん、100点か0でなくて、ちょっとグレーゾーンもちょっと広げる考えも取り入れながら前に進んでいきたいと思います。じゃあ一緒に行きましょうか。前に向かってゴーゴーゴー、ごきげんよう。